ちは。明日公演行きますね。おお、お願いします。え、明日公演20に行くって人2人見つけた。今のところ最低でも2つは私の推しの方がいるってことだね。よかった、安心しました。本当に最近いなすぎるからありがとうございます。今日はなんか魚とあとご飯、お茶漬けがあるんで、あ、待って、受付中じゃないか今。そういえば、あ、落ちちゃった、ごめんなさい落ちました。暖房つけたら落ちちゃった。え、なんかさ、受付中じゃないか、3時からか。3部だよね、受付。3時か、3時抽選みたいな。なんかさ、ね、落ちちゃった。ちょっとさ、でもなんかめっちゃ落ちないように止めてもいいんだけどさ、なんか賃貸だから一応貼った後つけたくなくてさ、上しかつけてなかったから。食べます。冷凍してあったから、今さっき買ってきたんだけど。産地は無制限ってどういうこと？何が無制限なの？12時で一旦締め切りだね。そうね、キャサン財布ありがとうございます。今日は食べるとこ見せない。申し込み部数枚数に制限がなくなる。へえー、そうなんだ。申し込み部数枚数に制限が。へえー、じゃあもうあとは当たるか当たらないかは分かんないってこと？え、制限ないとどうなるの？制限なくてさ、でもお話し会の時間は決まってるってことじゃん。だからさ、3時どうなるんだろう。
販売数の条件を超えた抽選。じゃあその前までに買った人は、申し込んだ人はいけるってこと？制限って言っても上限あるもんね。花束ありがとう。久々にお茶漬け食べた。まあ確かに100枚申し込んで全部当たるから、一時販売で申し込み数が販売数を超えると2時以降注文できます。なるほどね。何時まであるの？3時？4時？5時？受験姉さん、ありがとう。キノラジオ、誰よりはまだ募集してますか？ね、してます。なんなら当日まで募集してます。ね、当選しても決済もしないようにしないと。そうですね、それはそうです。なかったことになっちゃうし。なんかそれで空いたら4時とかもあるのか。日曜日に来たらやりたいから、土日かな、土日あたりにやりたい。
土日の方がだってなんかみんな見れそうだよ。でも公園とかあるのかな。スケジュール。まあでも2回公演はあるのか。どうなんだろう。ちょっと考えます。まあ別にそんなに関係ないか。キャノラジ本当はボイシーとかでやりたい。現地でトーク会申し込みました。よろしくです。よろしく。でもなんか研究生の時はさ、 SNS もなかったし、ショールームしかなかったからショールームで始めちゃったんだけど、なんか顔見えない本当のラジオっぽくしたいの。本当はいいのアバターかわいい。今星投げてくれて馬が飛んでる。飛んでるんじゃない、なんか走ってる。なんていうの由来はね、なんかわかんないです。わかんない。何キャノンって言ってって感じ。なんだろうの由来。まあカノンだから。27日連続。もうだいぶ近づいてきた1ヶ月が。
ね、仕事中アバターもいいな。うん、あ、変わっちゃった。馬はなんか馬の顔のやつもある。馬のかぶり物したことある？あのなんかお笑い芸人がやりそうななんかやつ。なんか私文化祭実行委員の副委員長みたいなのやった時に生徒会室に置いてあって、それよくかぶってた。じゃあ行けて。なんか実行委員だったから別に何でもよかったんだけど、役職はもう一人たまたまなんか実行委員長の人がなんか石川なんとかちゃんって子だったんだけど、なんか覚えてるけど名前も、そう石川なんちゃんっていう子だったから、なんか院長も副院長も石川だった。石川さんっていっぱいいるよね。石川さんは結構よく会うので、でも大体会うと石川さんって呼ぶ、石川さんって呼び合うからよく分かんなくなる。透明感ありますか？ありがとうございます、ありがとうございます。最近前髪がさ、こうストレートでやるかさ、ちょっと巻いてさ、おでこ出すか迷いどころ。もう全部パッツンみたいな感じも迷う。明日どうしようかな、明日の髪型どうしようかな。今までやったのは、昇格してから何回出たんだろう、公演。南仏院と、ポニーテールと、なんか、カチューシャみたいな髪型と、2回公演で、ハーフアップと、お団子やった。5回ぐらいかな。5回ぐらいですかね、公園でたの。
んかさ、100回も行ってないんだよね、公演出演回数。出たいんだけど、まあ怪我してたから出れない期間が多かったんだよ。確かに公演の出演人数も絞られて、アンダーとか概念がなくなったよね。アンダーの概念だって10期生とかアンダー出たことないっしょ。アンダーという概念がなくなりました。この業界からお茶漬けを飲み込むように、飲み物かのように食べました。一瞬で口の中へ吸い取られていきました。でもお茶漬けってさ、結構飲むものじゃない？お茶漬けってなんかご飯飲み込めるじゃん。会社員みたいなの飲み込むの、飲み込むの会社員みたいなんですか？ご飯なうの人もいるだろうし、もう食べた人もいるだろうし、これからの人もいるだろう、きっと。なんかさ、本読もうと思ってさ、なんかね、最近読んでた本があったんだけど、なんかどっか行っちゃって違う本読み始めたんだけど、違う本読み始めたら、そのちょっと前まで読んでた本が出てきた。果たしてこの後私はどっちを読めばいいでしょう。でも今日読んでた本なんか結構続き読んできたいから読もうかな。
食事時間が短いから飲むように食べるの。ねえ、なるほどね。会社員、会社員だと食事の時間が短いんですか。お昼、お昼とか忙しいよね、絶対。まあ職種によるだろうけど。私は別に忙しくなくても飲み込んじゃうから、あのいけるかもしれん、それはいけるかも。私はその生活。アイスありがとうございます。会社員 K になろう。会社員 J ってわかりますか。なんか私 YouTube めっちゃ見る。社員 J っていう YouTube チャンネルがあるんですけど、あのめっちゃ美容の YouTube 見ます。だるまありがとう。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。女性でも早い人いるもんね。うん、私も全然早く食べれる。あのゆっくりに合わせることもできる。ゆっくりの時はめっちゃゆっくり食べるけど、でも全然早い時早い。なんかお茶漬けって早く食べた方が美味しくない？なんかさ、お茶漬けのさ、おせんべいみたいなやつがさ、まださしなしなになる前にさ、カリカリでまず食べたくて、でお茶なんか熱いのが好きだから私、基本なんかご飯とかお湯とかが冷めないうちに美味しい状態で最後まで食べたいし、結構ご飯がさお粥みたいになってくるじゃん、結構なんか一緒についてくるから、なんかもう吸ったらすぐよそう、お茶漬けは、うん、バラ、結構ありがとう、ありがとう。だからお茶漬けは別になんか、いや、わかんない、お茶漬けそんなゆっくり食べる人あんま私はまだ出会ったことがない。なんかお店のなんかさ、ちょっとずつさこうやってやなんかやるやつとかはまた変わるかもしれんけど、家で食べるお茶漬け、家で食べるお茶漬けをさ、人が食べてる時にさ、そんな見ないか、そもそも。ラーメンも早く食べる、ラーメンね、ラーメンで麺めっちゃ吸いすぎたらなんかむせちゃいそういける？そもそもお茶漬けは早く食べるための料理でもあるからね。だってじゃあもうそれ専用のものってことさ、飲み込むためだよ、もうもはや普通のご飯よりスッていけるもんね、こうやってみんなに見せなかったけどこうやって食べてましたふふ
台湾ラーメンとか辛いやつ、うんね、え、台湾ラーメン食べたいな、そういえば。1回しか食べたことない。いや、ブログに載せたよね、なんか。あとね、午前中にもう早起きさ、最近めっちゃできてるからさ、素晴らしい。だからなんかちゃんと変えたいものも変えて、延長コードみたいなの買ったから、テレビのさ DVD見るやつ買ったんですけど、なんかそれもコンセント挿すのが足りなくてもね、困ってたんですけど、それも今日変えたので、今日はちゃんと定点も見れる。自主練多分空いてない気がするから、もう家で定点見ようかなって感じ、午後は。録画できるやつ、わかんない。なんか録画そんなにさしないかなと思って。なんか最近さ、録画しなくても TVer で見れるじゃないですか。 TVer で見れるし、なんかそんなにめっちゃ録画したいのってないかなって思って、とりあえず DVD 見れたらいいやって思って買った。でもなんか DVD 入れるところに、なんていうの、入れたら録画できるらしい。ね、皮がむけちゃった。唇の皮をむけた時どうしたらいいんだろう。まあでもそんなに見ることなさそう、わかんない。だから空の DVD とか買えばいいのかな、わかんないですけど。なんか多分録画できないこともないんですよ。でも安いやつだったらなんか全然。乾燥してるくない？最近なんかさ、乾燥防ぐなんかお水バー入れてさ、バーってやるやつ、保湿みたいなやつさ、なんかね、実家から持ってきたんだけど、2年前は使えてたんですけど、1年前から使えなくなっちゃって、なぜか。なんか見た目どこも変わってないんだけど、なんか夏しまっといて冬にまた出したらなんか使えなくなっちゃって、今年も出してみたけどなんか全然機能しないから、ちょっと捨てようかなって、悩んでる。だから BB っていいんですか？乾燥にビタミン。花束ありがとう。マスクしてるとあれないっていうか、必要ないんですか？マスクしてても皮をむける。ねえ、口内炎とかに効く？なんか私そういえば口内炎たまにあるけど、なんかさ気づいたらなくなってるわ。気づいたらなんかどっか行ってる。たまに現れてくるんだけど、どこ行ってんだ。旅行でもしてんのかな、口内炎。なんかあんまり、でも最近現れてないです。私の町には来てないっぽい。
です。口内炎流行する道あるの、多分口内炎来てる間は口内炎が旅しに来てるから、加湿器いるかな。なんか超必要最低限しかね、なんか物を買わないんですよ。もうなんか でもあったら便利よね、絶対絶対便利よね。今日練習頑張ろう、練習ってか見よう。定点あと何かやることあるかな。インスタにさ載せるものが最近なくなってきたからさ、なんかちょっと画像漁ってみようかな。なんかさ、あれはどうですか。なんかさ、花瓶前さ、そのなんかファンのみんなからたまにお花とかもらうからさ、それ用のさ花瓶があるんですけどさ、今何も入ってないからさ、そこにお水でも入れとこっかな。効果ないかな。布とかの方が良さそう。すんごいやつないですか。すんごいやつって何。すんごいやつ、わかんない、ちょっと探すわ。探しますね。今日載せるかわかんない。なんか来週とかの方がさらに時間あるから、来週とかに載せるかも。うん、取れた。皮むけた。なんか歯で取っちゃうんだよね歯で皮を取っちゃう。全然何とか干しておくとか、洗濯した何々かけるのはっていうのがね、完全なところが欲しいなってる。みんな「いつかなくなる」卒業式の写真なあ。感動しました、ありがとうございます。タオルです。タオル
ね、そう、タオル系よく言うよね。そうですね。この話1時間したら終わりにしよう。私は別にもっと続けてもいいんですけど、なんかさ、みんなそんなお昼さ、午後の時間とか見れんやね。ありがとうございます。何気ない自撮り写真はメールに送ります。CD やっぱさ、ツタヤで買うべきかな。ツタヤがいいかな、私だったら。津田さんのやつ見ました、鎌田さんとの写真。ツタヤで買うのがいいかな。写真あ、違う、ポスターか、わかんない。予約しとこっかな。ねえ、洗濯物外に干しちゃってるわ。中に干そっか。もう干す場所がないんだよ、本当に。もう場所がないんや。でも唇痛いから。いや、下の髪型どうしようね、何も決めてない。なんかまだやったことないやつがいいの。なんか
あとなんか顔があんま大きく見えない髪型がいい。なんだろう、あ、三つ編みとかもやったことないよね。なんかもう一番安いシャンプーとリンス薬局とかで売ってるやつ買ってるからさ、なのかな。もうなんか髪がやばい。わかんない、ちょっと明日やったことないやつか、やってみてよかったやつとかにしようかな。なんか私普通に多分ね、なんか田舎者みたいになるけど田舎者みたいになるけど13時ぐらいに終わりにしますね。パンダヘアって何？クマみたいなやつ？ミッキーみたいなやつかな？ハートありがとう。ありがとう、ハート、また来た。ありがとうございます。前なんか誰かやってた気がする。セレナガさんとか、ココナさんとか、やってた気がする。ふわちゃんかな。猫耳って何？猫耳ヘアってこと？なんかめっちゃ昔にやったことあるかも。確かにサイドポニーもやったことないね。サイドポニーと三つ編みとクマヘアやったことない。猫もだけど、猫パの時片側を編み込みしてたんでやってました。あ、なんだっけ、あれか、研究生の髪型、私の指定髪型、一生右だけ編み込みしてた研究生時代。
どうしようね。なんかおろしでいけるやつないかな。なんか顔を隠したい。いやまあいっか、お団子とかやっちゃったもん。でもして欲しい時は完全にあげるか、私が前やそれこそ公園でやったカチューシャヘアとかをなんか大きめにやったりすると、カチューシャヘアもう一回やりたいな。なんか本当は太い編み込みにしたいんでかったんだけど、なんか細くしてもらっちゃってなんかわかんなくて、私なんか太くやって太いのもうちょっとカチューシャって感じでやってもらいたいんだよね。今度リベンジしたい。おでこがしね、やりたいですね。顔でかいからあれだけど、一回ぐらいならやってもいいかなって感じ。なんかショールームのれん、いいや、もうちょっとで終わりだし。ちょっといろいろ考えよう。まだやったことないね。つかんカチューシャリベンジか、あるしか。まあ見てからのお楽しみで。趣味にぜひしてください。してくださいな、さいな、さいな。
今月最後かな。1月も後半だもんね。早いわ。夜は、まあ、時間はあると思います。配信なんかもし企画等あれば言ってくれたら嬉しいです。なんかさ、最近ショールームやりすぎて何やったらいいか分かんなくなっちゃった。あんまりさあ、てか昼カラオケすればよかった。なんか夜はあんまちょっと声出せない。なんか防音設備ゼロなので、なんかあんまり声出せないんですけど、でもなんか今となおなんだろう、今リモートの人とかもいんのかな。なんかめっちゃ周り気にしちゃう。なんかね、フワちゃんさんとかも言ってた、あのリモート収録が増えてめっちゃ声出すじゃないですか。だから全方位からクレームみたいな入って、もう防音で決めてるみたいな言ってて、え、そうだよなって思って。そう、あ、2時販売の抽選結果メール来たよ。だってじゃあ皆さん見てもろて、3時抽選15時からあるので、ぜひ皆さん特会お願いします。3時もよろしくお願いします。なんか考えたいな、ちょっとこの家でもできそうなことあれば教えてください。じゃあ終わりにします。バイバーイ。午後も頑張りましょう。バイバーイ。